ニューオーリンズはアメリカ海軍の揚陸艦。サンアントニオー級ドック型輸送揚陸艦の2番艦。ルイジアナ州ニューオーリンズにちなんで命名される。ニューオーリンズの建造契約は、ルイジアナ州ニューオーリンズのノースロップグラマンシップシステム社に1998年12月18日に発注され、2002年10月14日に寄港した。 2004年11月20日に命名式が行われ、キャロリン・シェルトンによって命名され、12月11日に浸水した。ニューオーリンズは2007年3月10日に収益、収益後はパナマ運河を経由してサンディエゴに向かい、太平洋艦隊に合流した。ニューオーリンズはサンディエゴを母校とし、第5揚陸船隊の所属となった。しかし、 サンディエゴ到着後に完全作戦能力を付与するために40万人、G 以上の大工事が行われた。2008年8月には、インサーブの心臓管評価で落第した。インサーブの検査官は、操ダシステムの問題のほか換気ファンの故障やエレベーターの動作不良、飛行艦板の腐食から、推進システムの信頼性欠如に至るまで、2600項目もの、 不具合を指摘した。報告書では、ニューオーリンズは、作戦を継続して遂行する能力が低下しており、上官した部隊や上陸集邸の支援能力に欠けると評された。海軍の担当者は、不具合の85%は、警備の問題であり、そのほとんどは、是正済みであると述べた。2008年1月9日には、ボクサー、コムストックなど5隻からなる。 遠征打撃軍の一艦として、初めての作戦公開に出航した。遠征打撃軍及び上艦した第13海兵、遠征部隊は、水兵、海兵合わせて4000人以上の大部隊であった。2009年3月20日、ペルシャ湾ホルムズ海峡付近で、ロサンゼルス級原子力潜水艦のハートフォードと衝突、ハートフォードの乗組員が軽傷を負う事故が発生した。 ニューオーリンズは輸送を損傷し、燃料流出が発生した。2019年4月26日、強襲揚陸艦、アメリカが、ウェルドック能力を廃止航空運用能力を増強したため、ウェルドック能力を保管するため、ワスプと入れ替えでともに在日米軍佐世保基地に配備されることが決定した。同年12月1日、佐世保基地に配備された。また、同月4日には、 報道陣への一般公開が行われた。ローア、スティーブ、トラベルズ・イン・ポート、アット・シーウェイ、ダウン・ネビー・シップ、サンディエゴ・ユニオントリビューン、2008年1月2日、閲覧。フエンテス、ギジェット、サーティーンスメウデパーツ、サンディエゴ・フォー・デプロイメント。マリーン・コープスタイムズ、2009年8月18日、閲覧。 アセスアメリカ、アセス、ニューオーリンズ2フォワードデプロイツージャパン、アセスステサムアセスワスプーツー、リターンツー US。コマンダー、US7TH フリート、https、www.C7F ネビー、ミル、メディア、ニュース、ディスプレイ、アーティクル、182万4792、アセスアメリカ、アセスニューオーリンズ2フォワード、 デプロイツージャパンアセスステサムアセスワスプ XMK4E ハイドック8ツイッター2019年4月27日閲覧在日米軍が輸送揚陸艦を公開長崎県佐世保基地福井新聞 h t t p s w w w f u k u i h i m c o j p a r t i c アーティクルスラッシュスラッシュ9865372019年12月7日閲覧。ありがとうございます。